はい、どうもお疲れ様でございます。鍋でございます。本日はね、10月1日でございます。いやー、9月にですね、もう20日ぐらいだったっけかな、スマホのね、あの7ギガ制限、通信制限かかっちゃって、あの苦しい、10日間ぐらいね過ごしましたけども、皆さんもね、足りてますでしょうかね、通信ね、あの何ギガバイトみたいなね。いや本当ね、あの通信制限かかって、あの動画でも出したんですけども、いわゆるデータチャージをね1ギガだけやったんですけど、あれにね、あの踏み込むまで、もうあれをやろうって決める前は、もうね、あのモバイル Wi-Fi ルーターって言うんですか、もうね、あれちょっと手に入れようかなって、格安 SIM かなんかでね、手に入れらんないかなと思ったんですけどね、結構月額するね。だってスマホだけでもね、まあ、1万円までいかないにしても何千円ってかかっててね、それでいてね、また Wi-Fi ルーターにね、3000円とか4000円とかはちょっとね、きついかな。なんか中古で SIM フリーとか売ってないかな。で、ね、格安 SIM、あのキュッパーとかなんか千何百円ぐらいのあるじゃないですか。あんなんでね、こうペット刺してこう、一月こう千円ぐらいでね、もう1ギガか2ギガぐらいこう、サクッとね、使えますみたいな。そういうのないかな。まあでもね、データチャージ、良かったかなってね、思います。本当に足りない時ね、困った時は、あんな風にね手続きできるんだなっていうのが分かりました。10月はねちょっと抑えて、意識して抑えながらね、使っていこうと思います。あのね、原因は何かっていうとね、こういった本日の一杯とかを出先でアップロードしちゃうんですよ、 YouTube キャプチャー使って。これをしすぎてるとえらいことになるんですね。でこれを抑えてね、自宅に帰ってからとかね、そういう風にしてやると、通信量っていうのかな、こういうのも抑えられるっていうね。はい。気をつけましょう。じゃあ本日いっぱい行きましょう。本日はこちらでございます。サントリー蜂蜜レモン&、南つくんだっけ？あ、南アルプスの天然水ってことでね。はい。まあね、サントリーさんのこの天然水シリーズはね、ボーンと出してはボーンと消えるみたいなね。今回もそうなのかなと思っちゃいますけどね。普通だな。でもちゃんと蜂蜜とレモンのね風味はしますね。一応ね、果汁 1% って書いてあるんで、まあまあ飲みやすいですね。結構甘さを感じる。100ml あたり20キロカロリーだそうです。だからこれ 500ml 入ってから100キロカロリーね。結構ある、ね、水だからってガバガバ飲んでいいってタグじゃない。うまい。ということでね、本日は、サトリさんの、なんだこれ、こっち、蜂蜜レモン&南アルプスの天然水、飲んでみました。